はい、どうも、タカボンバです。マインクラフトの続きをね、やっていきたいと思います。現在ですね、何をやってるかと言いますと、現在というかね、今ですね、ジャングルを探しに旅に出ました。もともとの、拠点にしている村があった場所が268の、602というね、座標だったんですが、Y の値は入ってませんよ。現在ですね、いるところが左側見てわかるように3884の1364というね、ところまで下がってきてます。よいしょ。これが拠点のあるね、ところのマップなんですが、もうずーっとずーっとね、下の方に来てます。はい。で、ジャングル自体はなかったたんですね。でもってこれから帰ろうかなって思ってるんですけども、これが5番っていう、これ3番か、3番のマップで、なので一回こっちに向かっていって、この3番のマップに出て、そっからさらにね、どっちだっけ、左か。左側になるんだ。西の方にね、向かっていったら、最初のね、マップの方に入るんで、とりあえず、まあ、こっちへね、向かっていきたいなと思います。よし、行きますか。で、今ね、先ほどこの村を見つけたので、何かないかなーって物色したんですが、こんなに大きい村なのに、村人さんがね、一人ぐらいしかいなかったんですよね。まあいいや。よし、したら戻りましょう。で、何だろう。頭皮とかね。あとこのスイートベリーがね、受精してる、一応バイオームは見つけてね、そこから、このね、スイートベリーと、頭皮のね、苗木を持ってきました。あとね、なんか、氷山みたいなバイオームがあって、そこでね、シルクタッチで今ね、氷塊をね、何個か取ってきました。あとはこの蜂の巣を1個ねゲットして帰ってきたんです。帰ってきて 帰ってきたわけではないんだね。これから帰ろうとしてます。 はい、では、向かいたいと思います。ああ、蜂の巣だ。蜂の巣欲しいよね。これ取ったら蜂出てくるのかな、やっぱり。これで。鈍しておいた方がいいんだよね、多分。帰ってきてんのかな。周りには蜂いませんよね。じゃあちょっとシルクタッチで、はい、いただき。おお、なんか結構こっちの方来たら蜂が飛んでるな。こっちの方は蜂の巣が多いのかな。海に出ましたね。よし、したら船に乗りますか。すぐ真横、ちょっと見づらいな、地図が。これぐらいの方角なんだな。なんかジャングルありそうでないんだよね。あれジャングルかな。そろそろ映ってるかな。どう？違うんだね。この海じゃないんだね。まだ。どんだけ来たんだろう。すごい岩だね。
全然どこここみたいな感じ。あーなんか見た感じジャングルの木みたいのもあるんだけど、近く寄るとジャングルじゃないんだよな。この左側の出っ張った部分のこの砂漠がこの地図の、右下の砂漠じゃないのかな。あ、来た来た来た、動いたか動いたか動いたか、あ、動いたね。やっぱそうだね。ここがあれだ、ほらちょうどこのマップの下の方になるんですね。なので下一応ここで上陸するか。どうしよう。よし、船は大事、船は大事よ。作れるけど結局さ、また砂漠なんだよな。え、いいんだよ。あそこに、あそこに建物ある。やっぱりこっちにもあるな。え、何これ。そこにもあるし、こっちにもない。ほら、こっちにあるよね。両方に村があるの？こんな近くに村あるの？あ、でもこっちの村は、このマップのエリア内だけど、向こう側のマップは、村はマップ、あぶね、村はマップの隣のマップになるのか。まあいいや、寄っていきましょう。隣のマップになっちゃうんだけど、とりあえず隣のあそこの村を見て戻ってきて買おう。ほいっと、あ、マジで、マジか、死んでる。あー、この村は死んでる。でかいのに死んでる。もったいないね。それにしてもこれさ、このマップ多分ほぼさ全部砂漠なんだよな。海と砂漠しかないマップ。参ったね。もうちょっと行ったら今度船で上に行かなきゃ。もういいか船で。あった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 。あれあれあれ、あの四角い物体は一体何でしょうか。でも四角い物体ね。あった。待て待て待て、あれは何なんだ。あ、よかった、水中呼吸さんつけたヘルメットかぶってきて。何これ、図書館みたいになってる。あれ、もしかしてこれって
神殿とちゃうの。神殿じゃないや、あれ。いざ行くところじゃない、これ。もしかして。これでいいんじゃない？オッケーオッケー。ちょっとだけ見てみたい。ていうか本棚全部持って帰りたい。いいね、本棚持って帰ろう。あ、ハサミあったっけ？あるな。あった、ここだ。シルバーフィッシュ。うわオッケー、ここだ、ここだ、ここだ。おおおおお、バカ。そこは三桁だよ。まずあそこ入れない。はい。出ました。周りから入れるとはね。あれ、俺の船どこ？え、船ないんだけど。ちょっと、俺の船は。船なくなってるんですけど。あ、いてて。ドラウンドに攻撃されてるよ。お前この野郎。魚雷発射。あ、トライデント。ああ、トライデント。あいつ危ねえな。ああ、ダメだ。魚雷。魚雷発射。ドーン。よー。帰ろう。あ、こ
この方角だ。もう帰ろう。この方角だ。島へ行くぞ。見て、こっち側に、あれ見えねえ。あの辺にある。エンダーポータルはあの辺にある。わあ、なんでこっち側も海じゃねえかよ、ここ。え、ちょっと待って、どういうこと？ここでしょ。そしたらこれ、あ、いたいたいた、逆、落ちた落ちた落ちた。お、危ねえ、死ぬとこだった。マジで砂漠しかないんだよ。どうなってんのここ。あれって隣村かな、もしかしたら。ああ、それっぽいな、それっぽいね、それっぽい、それっぽい。よっしゃ、帰ってきましたね。よっしゃ、したらですね、今回は一応ですね、あのジャングルの木をね、ジャングルを探しに行ったんですが、見つけることができませんでした。で、帰りにね、棚からボタン持ちで、なんだっけ、ウィザーポータル？ポータルだっけ？うん、あれを見つけることができました。あの要塞があってね、はい。なもので、まあいつになるか分かりませんが、ウィザードラゴンを、ね、倒しに行くときに使いたいと思います。といったところで終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてね、また見に来てくれたら嬉しい限りです。そしてですね、よかったら高評価の方よろしくお願いします。でコメントなんかもね、入れてくれますと今後の励みになりますので、よろしくお願いします。それではこんなところで終わっていきたいと思います。それでは、したっけ。